はい、皆さんこんにちは、ブラバーティスシューです。今月号の How to do がは8月号ということで、テーマがですね、夏の日の思い出です。僕のね、夏の日の思い出というと、小さい頃の思い出はやっぱりこうよくこう虫を取りに行ったりとか、田んぼの周りでこれ走り回ってたりとかね、なんかそんなようなイメージが強いですね。なので今日はこちらの器にちょっとアレンジしていくんですけど、そんな思い出をちょっとこうシックなっていうか、かっこいいアレンジにねまとめたくて、それにチャレンジしてみたいと思います。それではね、早速行ってみましょう。行くぜ、カモン。はい、ではアレンジメントを始めていきます。なんかこの僕のさっき言った虫を取るイメージとかね、そういうのってまあなかなかこう表現しづらいんですけど、まあ、今回ねこういう食虫植物のちょっと鉢を仕入れてみたんで、これをカットしてね使っていきますね。こういう鉢物はねカットしても全然こう使えるんで、で特になんか切り花で面白いのがないときは鉢で探すっていうのも一つの手なんですね。ですからそういうのも覚えておくといいと思います。では早速いってみましょう。で食虫植物をちょっとフォールドしたりするのに、今回ねこういう木をねちょっと用意してみました。これはねまあもともと桜の木なんですけど、まあこうなっちゃえばね何でも構わないですよね。でまあちょっとこう置いただけでもこう様になるんで、特にこう止めなくてもいけると思います。では食虫植物を入れていきます。面が強いんでね、半面カットしましょう。これは N フラワーデザインスクールテクニックの半面をカットするというテクニックですね。こうすることによってここの葉っぱの幅が狭くなって、この食虫植物のこの部分が目立つようになりますね。はい、次にこのね、菜種を入れていきます。これ手まり草を入れていきましょう。これであらかた手まり草でファンデーションワークができているんで、ここから菜種をもう少し入れていきます。なぜ途中でファンデーションワークを入れたかというと、後でこのファンデーションワークをするのは結構困難になってくるんです。こういう細かいのがいっぱい出てるものって、だから途中で入れてまた菜種を入れていきます。次にこのカンガルーポーを刺していきましょう。はい、完成です。今日の手回しは大変だった。まあでもこれがね
本来の作品作りです、そんな簡単にいくもんではありません。見た正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。今回は末回しのこうまさにねこう、ドキュメンタリーですよね。こうやって作品は作るみたいなドキュメンタリー風の撮影をしてみました。普通のハウトゥーだとこう綺麗にねこれを入れます、はい入れ終わりました、これを入れます、はい入れ終わりましたみたいな感じで撮っていくんですけど、まあはっきり言って作品風になってきた時にそんなすぐにできるわけないんですよ。まあ、通常の、ね、アレンジとかだったら、まあ、すぐできますけど、まあ、このくらいのアレンジになってくると大体こういろんな試行錯誤をしながら作るようになっていきます。でも今日はねその、裏側なしに思ってだけでずっと撮ってみましたけど、まあ、これが真の作品の作り方です。またねこう今回こう夏の日の思い出ということで僕のこう断片的な思い出の、思い出をこう画材に例えてちょっとまとめてみました。まあこういうね、試みなんかも、良いかもしれないのでぜひ皆さんも自分の思い出をこうお花に例えてトライしてみてください。ではまたね How to do が来月お会いしましょう。 See you next time。はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこの画面の中にあるチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくとチャンネル登録をすることができます。それ以外のスマホなんかの方は下の、リンクからですねチャンネル登録をお願いします。それではまた一人でも多くのですねチャンネル登録者が増えるといろいろとできることがどんどん増えていきますのでぜひ協力お願いいたします。よろしくお願いします。